回の差し飲みは満を持してこの方がゲストでございます。さかっちだよ。豪華超豪華ゲストがやってきました。はい、ありがとう。さかっち、はい、今回は一緒に差し飲みをしたい方がいると。そうなんですよ。どうしても飲みたい人が一緒にね、ある意味一番今さかっちに近い人、そうねかもしれないですね。もう常に一緒にいる、いた、どうなのかしらねちょっとこれ以上言えないけど、呼んでもらっていいですか。いいですか。はい、あなた、はい来た来た来た、はじめまして。オーラと貫禄がすごいですよ。うちの嫁です夫婦です。ちょっとあの知らない方はびっくりしてるかもしれませんが、ね、はい、お二人UMK のドラマひまわり2で夫婦役としてご共演をいただいたんですよね。はい、わらびの友也です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。わらびのさんです。うちの夫です。ヤンキー夫婦としてご出演いただきました。 でもドラマ中一切セリフ交わることなかったんですよ。そうですね、うん、初のなんかちゃんとした夫婦でのお仕事みたいな今日、はい、息ぴったりで今日はですね、うん、ひとみちゃんに、うん、ぜひともそのドラマの、撮影のねぎらいといいますか、はい、食べていただきたいお店ご紹介したいと思いますので、わかりました。ぜひ皆さんで行きましょうか。はい、素晴らしい、任せてください。じゃあ行きましょう。はい、差し飲みの舞台へ参りましょう。都城大使を務めるわらびのさんが連れてきてくれたのが都城市牟田町のキジ屋。今宵は高校卒業と同時に憧れの芸能界へと飛び込んだ同世代俳優が心に秘めてきた思いをじっくりと語り合います。じゃあ乾杯しますか。はい、じゃあ俺が作るわ。あー、ありがとう。いや、飲みすぎちゃわないように気をつけなきゃじゃあちょっと薄めにしようか。いや、行っちゃっていいっすよ。行っちゃっていいっすか、うん、ちょっとね久しぶりの夫婦の晩酌なのでね、今日はね。ではでは。あー、いいっすね。のんべえが言う言葉、ね、あー、上手上手。それでは、はい、できましたので、いただきます。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。うまい。うまいよね。うまいね。いつ飲んでもやっぱ地元に帰ってきたっていう味ですね。うん。で、ひとみちゃんに、はい、今回食べていただきたいのはこのこちら。なんだ。何だと思う。これは、うん、生地の炭焼きです。生地の炭焼き。桃太郎とかに出てくる。あ、じゃあいただきますよ。初生地、うん、いただきます。うま宮崎。これ流行っちゃってよ宮崎で。え、あ、うん、聞いちゃった。ごめん、今もう全然違う世界に入ってやっと。じゃあ俺は何。こっちはこれは赤鶏のたたき。ち、赤鶏のたたき、ちち、うめとよ。たたき、ち、どんげですか。いいよね、宮崎は鶏のたたきとか ね、うん、ね、いっぱい美味しいのあるから。最高やね。何も言うことねえもんね今宵最初のトークテーマは芸能界への入り口。もともとこの工業系というか、まあ、自動車関係の仕事をつきたいなとかって思っちゃって、で整備士になりたいなとか、まあ、高校時代に思い描いちゃって、うん、そしたらやっぱ高校生ってさ、どっかこうおしゃれにこう目覚め始める時でもあるじゃんか。例えばビンタン系がよ、ビンタン系をちょっともちっと整えてよ。待って、なんてビンタン系よ。ビンタン系、ビンタン系、こうビンタン系、頭の髪の毛。いや、わからんて、ほいだら、その雑誌とかもやっぱ参考にしながら、あ、この人が来てるから来てみようかねとかってなるわけじゃん、うん、でね、俺なんか勘違いしてさ、この雑誌に載ってるモデルさんが着てるこのライダースのジャケット、まあ数十万ってこう書いてあるの、値段がね、うん、でこのモデルの人撮影が終わったらそれがもらえるんやって思ったの。ああ、はいはいはい、高校生のね、うんうんうん、純粋な心で、うん、うわすげえ、こんななんか素敵な仕事あるんやと思って、これは応募せんねえかって。それ
で、その雑誌に載ってるモデルさんの事務所に全部に送ったの俺。で、ダメだった。全部ダメだったの。え、それは書類で？書類。うっそ、厳しい。で、あの、いろいろとこうネットを通じてさ、こういろいろこうオーディションっていうものを調べて送ってたの。そしたら、今のこの所属させていただいてる事務所の社長さんから声をかけていただくタイミングになって、こう入ることになったっていう。へえ。え、それであの無事にモデルになって、いや、ライダースはもらえんかった。もらえんかったっちゃ。私はもう商業高校出身で、もう普通に資格とかもいっぱい取って、事務職とかに就職して宮崎でまあなんかするっちゃろうなって思ってたけど、延岡の場所やったらちょっと可愛いってこう言われてたんで。いや、可愛いよ。じいちゃんばあちゃんがね、あんたこう芸能人いたやんけみたいな、ちっちゃい頃から ねそう言われちゃったってよ。やっぱまあ、うん、じゃあ芸能人なってみるかみたいな、まあ、軽いノリというかそう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 、とりあえず周りに言われたからやってみっかみたいな。そうそう、いけるっちゃね芸能人みたいな感じで、いろんなとこ事務所その募集してるとこ送って、でその最初に受かった事務所に通って、よっしゃーってなって、学校の友達とかにもオーディション受かった、もう芸能人みたいになって、延岡でもすっごいもう話題になって、だから延岡の夕刊デイリーっていう新聞があるんですよ。出た。いや、夕刊デイリーね、はい、夕刊デイリーの、まあ、僕はもう知ってますよ、はい、私一面に載りましたからね。マジで酒井瞳芸能事務所に入ったっていう、あの夕刊デイリーに。そうで、もうみんなそれ読むから、もうめちゃくちゃ延岡の有名人になって、瞳もなんか朝ドラとか出るとかえみたいな、もうみんなそうやって言っちゃって。でも私上京して知った、東京の渋谷歩いてる女の子みんな事務所入ってる。マジで事務所なんてもう平気でみんな入ってる。言ってよって思った本当に。続いてのトークテーマありますよね、苦労話と、まあ喜び話と。上京はしたけど、最初からその仕事があったっていう環境だったんですか？いやいや、もうそんな仕事なんかないよ。仕事を全くなく、ないないない。でも上京して、上京してどうしてたんですか？いや、アルバイト生活。へー。結構長い期間アルバイトをしながら、うん、で仕事がすぐもらえるってそんなありがたい話じゃなくて、うん、思い描いていた華やかな生活とは程遠く、アルバイトに明け暮れる日々。どんなに苦しくても宮崎には帰れない理由がありました。父ちゃんがやっぱ反対、ちょっと、まあ、反対というか、芸能界っていうなんかこうどっか半信半疑なところがあって、うーん、大丈夫かな、うち息子をそげなとこに送り出してよかっちゃろうかっていうやっぱ思いもあったから、うん、やっぱ俺が行くギリギリまで、うーんってやっぱ首を縦には振らんかったもんね。へー、うん、それは最終的に説得はもうせんがったというか、してもやっぱり分かり合えんと思うから、働いた姿を見せたいとかさ、なんかその世間一般的になんかこう自分の入ったお給料でなんか買ってあげたいとかやっぱあるからさ、そういうのって、うんうんうん、それができるようになるまでは宮崎には帰らんってやっぱ思っちゃったし、本業はないのは分かっちゃうから、うん、だけどアルバイトをして自分で家賃を払って生活するっていうことを、まずお金の大事さをまず自分で理解しなさいって、はあ、だから仕送りとかそういうのはなかったけど、うん、そのお米とかは送ってくれちゃった。それだけはやっぱありがたかったかな。アルバイト生活を続けながら目の前の役に向き合い続けて8年、仮面ライダードライブでメインキャストの一人をつかみ取ったことで、俳優蕨野智也が脚光を浴び始めます。活躍の場は舞台へと広がり、数々の作品に出演。今年3月、宮崎で行われた舞台火球では主演を務めました。世界観なんか見に来てくださったお客様に、まあ、伝わりゃよかなっていう思いで、こっちはいろいろと試行錯誤を繰り返すわけな、うん、で結果的にそれが伝わって、皆さんが拍手をもらった時の拍手の音が本物の時にはよかったってやっぱ思う。それは、そのいろんなことに真剣に取り組めばちゃんと自分に返ってくるっていうことが分かったから、うんうんうん、まあ、それやったらもっとこう真剣に頑張りたいなってやっぱ思ったよね。うん、
なんかなかった？そういうあの最初からうまくいったわけじゃないじゃん。私はでも逆に最初からアイドリングっていう、もうステージを用意してもらってたから、もうブランドが、そう、私は逆に本当に敷かれたレールをずっと辿ってってて、うんうん、私結構最初恵まれてたんですよ、うん、結構グループ内のいいポジションを与えられて、うんうん、すごいなんかいい役、いい歌割りをもらったりみたいな、すごい優遇されてて、うん、でもそれを私は初めてのことで、初めてもらった仕事だから、それしか知らないから、それが普通って思っちゃってて、うん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 、結構それをよく思わなかったことかが、まあもうなんか私のこうないことの噂とかこうブワーって言って、うんうんうん、そっからなんか急に周りの人がブワッてみんな去ってって、うん、でそっから2年目から今までずっと真ん中にいたのに、急にそっから端っこになって、うん、で自分のなんか居場所もなくなったし、なんかメンバーもなんかちょっと壁あるな、距離あるなみたいな感じの期間も生まれて、親にも相談できなくて、なんかやっぱこう行ってきなよみたいな、応援してくれてた親に心配かけるようなことも言いたくないから、その誰に相談していいかも分からず、でも誰を信用していいかも分からず。歌もダンスも未経験、ただでさえ不安な日々の中、感じ始めたアイドル界での孤独はおよそ1年続いたといいます。それでもイベントや歌番組と応援してくれる人のために笑顔で頑張るサカッチの姿を見て、少しずつ誤解は解けていきました。自分が一番になりたいっていうような子たちがこう集まってくるような場所じゃないですか、うんうん、だからそういうところなんだっていうのもちゃんと身に染みて感じて、その中でもやっぱりこう負けずに頑張らなきゃいけないっていうことも、その強さもそこで身につけたし、もしかしたらそこでやめてたかもしれんからさ、そう、ね、だからそこで自分で耐えたっていうのがある種のポイントやったかもしれない、うん、耐えて強くなったのが自分、うん、今の自分になってるなってすごい思う。よか話やね、よか話。あとね、でもね、涙が出そうやわ本当泣いて泣いて早く嘘下手俳優本当いやー、水いらずのところすみませんありがとうございます。そうです、ちょっと盛り上がってましたね、はい、あの15分のコーナーのところ、うん、2時間2時間すみません本当に、いやまだ話せるけどな、まだいけるよ、そんな感じがしました、うん、ご覧の皆さんも芸能界ってこう華やかなところなんだろうなと思ってる方多いと思いますけれども、うんうん、山あり谷あり谷ありっていう感じのお話をしてもらいました。普段ね話さないこといっぱい話せた気がする、うんうん、恵まれてるからこそ、その、うん、それに気づかずに外に出た時にようやく気づくんですよね。うん、それであとは社会に揉まれつつ少しずつ大人として成長していくっていう感じだったので、まあ、僕がね、私もでもちっちゃい時になんか町おこしとか村おこしで頑張ってる大人たちを、うん、なんでこんなみんな頑張っちゃっちゃろうっていう思いで見ちょったけど、今その気持ちがわかる、この自分の育った愛おしい場所をやっぱり盛り上げたいっていう気持ちは、この年になってやっと分かってきた。どんげかならんかなと思うね。ねえ、本当よ。今東京にそうですよね、出てるお二人だからこそ見える宮崎の良さみたいなものもたくさんあると思いますからね、はい、本当に貴重な話をたくさん聞かせていただきまして、はい、あのこれからも宮崎県民みんなで応援しておりますので、はい、また宮崎でもたくさん姿が見られたらいいなと思います。頑張りたいと思います、はい、お二人の活躍を応援しております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。